中量級のファンタジスタ尾崎啓司。1回戦でフラッシュトゥクラッシュ王者水谷秀樹と対戦した尾崎は、向上したパンチのテクニックでダウンを奪う。さらに勢いに乗った尾崎はバックブローの連打で水谷を圧倒。文句なしの判定勝ちで準決勝へ駒を進めた。30対27青尾崎。続く準決勝、相手は博多の悪童勇気と2度目の対戦。1回戦のダメージが深い勇気を飛び膝蹴りで倒し、その後も果敢に攻め続けると、レフェリーが試合を止め、勇気を返り討ちに成功、決勝進出を決めた。進化するドラゴン尾崎が DOA の新たな王者に名を刻む。アイスマン寒川直樹。1回戦、プロデビュー戦となる牧野智明と対戦した寒川、いきなり右ストレートでダウンを奪うと、あとは怒涛のラッシュで牧野を攻め込む。1ラウンドに2度のダウンを奪い、貫禄の KO 勝ち。牧野に何もさせず、格の違いを見せつけた。続く準決勝では、去年の1回戦の相手川端健二と対戦。寒川は川端に対しリーチを生かした攻撃で序盤から優位に立つ。だが後半、川端の反撃を受けピンチを招くも、これをしのぎ辛くも判定勝ち、ついに決勝進出を決めた。今夜、寒川が1年越しの思いを胸に DOA 優勝を狙う。進化するドラゴンか、悲願のアイスマンか。レッドアライブトーナメント06決勝戦、尾崎啓司 VS 寒川直樹。まず青コーナーより寒川直樹入場。激闘です。分かっていました。ああ、新田明美選手と同時に入場になった。ここに機械の全てが現れている。寒川直樹、1回戦牧野智明を、準決勝川端健二を下しての決勝へのテイクオフです。赤コーナーより尾崎啓司入場。ライブデッドアライブトーナメントのファイナリストになり得た。テコンドーの道着に身を包み、満を持しての登場です。チームドラゴン尾崎啓司。1回戦は水谷秀樹難敵に判定しかし完勝。そして準決勝では勇気と因縁の戦い、完全に引導を渡した。勢いに乗っている龍がまた飛ぶか。尾崎啓司、ライズ年末最大の大会であります、デッドアライブトーナメント06、いよいよ決勝戦を迎えています。ラウンドファイ
回戦、いよいよ2人の戦いが始まりました。探り合いのようなローキックから入る。さあ熊久保さん、はい、ここはローブローになったようですが、まずこの戦いポイントを教えてください。そうですね、まずですね、羽生川選手のまずスタミナ的なものの回復ですね、はい、したと先ほどのですね、準決勝であのボディを打たれて、ちょっと後退した部分、場面があった、はい、あの部分のダメージですね、はい、その2つがまず心配ですね、はい、ただやはりこれだけの身長ありますからね、はい、しかも寒川選手はもともとミドル級、落としてミドル級でさらにそこから落としても70キロですからね、尾、はい、崎選手は逆に67から70に上げてますからね、はい、パワーさはもう違いますよね、断然寒川選手の上ですよね。寒川がそのパワーで押し切るのか、跳ねのけるのか、テクニックの尾崎、スピードもあります。佐藤選手、はい、このマッチアップをどんな風にご覧になりますか。そうですね、身長差は結構ありますよね。そうですね、はい、11センチ差ということになります。アッパーがヒットしている。そしてローキック、それを踏まえると佐藤選手、はい、いろいろ推測できるポイントは多そうですね。そうですね、まあ、でも体格差は結構あるんですけど、でも尾崎選手すごい身体能力高そうなんで、はい、あんまり苦にしないんじゃないかなとも思いますね。なるほど、はい、水泳からテコンドー、そして現在へ、確かに身体能力の高さ定評があります尾崎刑事。尾崎選手はフィンスイミングですか、はい、足にフィレをつけてですね、泳ぐ競技があるんですけど、それで日本記録保持者なんですよね。そうなんですね、すごい身体能力を持っていますし、はい、脚力もありますよね。寒川選手ですね、非常に落ち着いてると思ったのが、はい、尾崎選手のアッパーもらってですね、一瞬聞いたと思うんですよ、その後すぐにガードを固めてですね、はい、守りに徹して回復を待ってから反撃に出たんですね。なるほど、はい、すごく落ち着いてますね寒川選手。左のロー、右のロー、それに対してパンチからローキック返していく寒川です。パンチの打ち合い、寒川選手の右ローいいですね。右ロー、はい、まあ、ローキックといえばですね、はい、寒川選手の師匠である新田選手もですね、本当に重いローキック持った選手ですからね。得意技、はい、数々の世界の強敵を下してきました。もちろんそれも伝授されているでしょう寒川直樹。右ロー狙い撃ちですね寒川選手は。ピンポイントできましたね、はい。さあ佐藤選手、はい、逆に尾崎が狙っているポイントはどこなんでしょうか。尾崎選手も奥足のローキック狙ってますね。なるほど、はい、今は外からのロー、はい、佐藤選手さっきの試合でも奥足結構食らってたんで、はい、多少ダメージあるかもしれないですね。そうですね、はい、でそれを川端選手から教えられてるかもしれないですね。準決勝、はい、尾崎と同門の川端健二、踏ん張りました、頑張りました。その根性を断ち切る戦いを見せたのが寒川直樹。左のリードジャブ、これが伸びると怖い尾崎。場内は尾崎コールが巻き起こる、そんな中で第1ラウンドが終了しています。さあ試合は第2ラウンドです。本戦3ラウンド、延長は第2ラウンドまで用意されている戦い。ローの打ち合い、打ち合いになっている。聞いてますね佐藤選手、はい、やっぱりお互い分かっていますね。そうですね、尾崎の方は徹底的して左のローキック、それをキャッチしようとした寒川、前傾姿勢です。寒川ジャブ出してもいいですね、左のジャブ、はい、引き離したのがいいですね。まさにここまでの戦いの中で佐藤選手が恐れている素晴らしいといった左のジャブですね、はい、ちょっとこの試合ではちょっと出てないですね、出ませんね。どうでしょう、出せないんでしょうか。出せない、尾崎選手のディフェンスがうまいんじゃないですかね。なるほど、立ちをしっかり見えてるんで、はいはい、左のローキックは尾崎、右ローキックは寒川、左ボディバックスピン。あと尾崎選手がジャブを打たせない距離も詰めてるんで、はいはい、それで打てないですね。なるほど、膝があります。尾崎は首を下げるようだと、頭を下げるようだと危ない。さらにかかとを膝の裏に落としていくテクニックも尾崎見せています。あ、蹴り足を掴んだ、バランスを崩していますがダウンではありません。左のローキック、ローを返していく寒川。寒川、世界で勝つためにはをテーマに今年はトレーニングをしてきました。生まれた時からある世界との差をひっくり返すために、総合格闘技で活躍中の帯谷伸弘選手とも総合トレーニングをしてきた。今日も帯谷選手セコンドにもついています。これはもう本当に分かんないですね。そうですね、もう本当気持ちの勝負ですね。こうなったらバックロー、はい、一進一退の攻防になっています。左のローキック、
体力はもちろん精神力意地が問われる戦いになりそうです。2人ともあの高い技術、はい、そしてあの精神力ですとか身体能力持ってますからね、はい、そうなんですね、はい、あともうやはり気持ちの勝負になるでしょうね。2人の腕を合わせるようにしながら距離が近い。そしてローキック、左のジャブも尾崎が潰している。ガードはしっかりした。左のミドルキックから離れながら下がりながらもパンチを放っていくのは尾崎です。左右のフック、左下からのアッパー、長いコンパスを生かした寒川、見切っていた尾崎。寒川選手ももらいながら前に出てますからね、止まりませんね、はい、しかしそれを押し返す尾崎です。11センチの身長差、ものともしない。左フック、佐藤選手、今の尾崎のパンチはいかがですか。あ、今はそんなに太くは立ってないと思います。なるほど、逆にバックスピンキックでつなげていきました。ここで第2ラウンド終了。さあ、ライズの王を決める戦い、ファイナルラウンドになっています。決勝戦、尾崎がパンチから左のロック、徹底的にいく、詰めていくのは寒川直樹。ここはブレイクの声がかかりました。いや、熊久保さん、はい、寒川はですね、あのご両親が観戦に来ているそうです、はい、そして藤原嵐選手、お右の弟ですね、そうですね、はい、大声援を送っています。右のハイキック、両者の応援団も本当にたくさん来てますからね。そうなんですよね、はい、いや、そして席を立つお客さんはもうほとんどいません。立水の余地なし、美は有明、それに応える戦いです。尾崎、寒川、右のローキック、前蹴りをかわした尾崎、それに詰めていく、すぐに移動します尾崎。佐藤選手、はい、3ラウンド自体はいかがでしょうか。3ラウンドも、まあ、全体通して一緒で、まあ、お互い本当に心一体ですね。なるほど、はい、こうして長期戦になってくるとどう見ますか。そうですね、難しいですね、もうどっちとも言えないですね、ここまで。ただ1ラウンド目若干寒川選手で、2ラウンド目は若干尾崎選手、はい、3ラウンド目はまた若干寒川選手かなと。あ、そうですか、まあ、でも本当差はついてないですね、ほとんど。ここから、この時間から差をつけることができるのか、ポイントを奪う、ダウンを奪うことができるのか、両雄です。尾崎が右フック、右の膝、浜田選手はでも本当勝負かけてますよね。そうですね、はい、最初のストレートの連打ですとか、あの、はい、今の振り蹴りですとか、はい、そして相手をよく見ています。バックスピンキック、ブロックしていたか寒川、バックブロー、得意の大技、おい、この局面で膝を返すのは寒川です。寒川膝がいいですね。そうですね、もう一発、カウンターフィニーほとんど転倒になりました。寒川押し込む、尾崎バックスピン、捉えたか、続けざまにボディへの左フック、バックロー、しかしこれは2人とも素晴らしいですね、お互いの武器を遺憾なく発揮しているんですね、はい、飛びだ、尾崎飛ぶ、回る、寒川長い手足を伸ばす、残り時間30秒のコールです。決勝戦、もう一度回転、これは距離を潰していた寒川、首相撲からの膝ブレイクです。いや、尾崎も口を開いて呼吸している。ハイキックをかいくぐってパンチパンチパンチ、寒川も返す、バックブロー、渾身の打ち合い、リング中央へ、先ほど仕留めてやろうって気持ち出てますからね。そうですね、はい、意地と意地、力と力、テクニックとテクニック、いやー、素晴らしい、あれですね、この DOA 史上、あの本当最も素晴らしい決勝戦ですね。そうですね、はい、さあ注目の発表です。ジャッジ和田30対29、赤尾崎、一人目尾崎、1ポイント差。ジャッジ上田は30対29、赤尾崎、尾崎だー、ジャッジ秋は30対29、赤尾崎、よって3対0の判定をもちまして、ライズ生え抜きのエース、尾崎圭司、チームドラゴン尾崎圭司、
年のザ・キングオブデッドアライブトーナメントは尾崎圭司です。思わずリング上に倒れ込んだ寒川直樹、勝者と敗者のこのコントラスト、あまりにも対照的です。いやこれはでもですね、立ってる尾崎選手も本当はもう倒れ込みたいくらい疲れてると思いますよ。そうでしょうね、はい、本当に最後はですね、もう主力を尽くした、お互いの全てを出し尽くした試合だと思いますね、はいはい、ジャッジの方も難しかったと思われます、はい、いや本当に難しかったと思いますね、はい、いや、やりました。今花束を受けて満面の笑顔、今日初めてこぼれたことでしょう。佐藤選手、はい、まずこの激闘の感想を聞かせてください。本当に素晴らしい戦いでしたね、はい、多分ポイント取ったら3ラウンドかもしれないですね。中盤までは寒川選手若干有利だったんですけど、ちょっと寒川選手スタミナが切れて、まあ、ボディが効いたのかもしれないですけど、そこから若干、尾崎選手のペースになったので、それが決め手になったかもしれないですね。なるほど。いや今リング上、目に光るものもあるか、尾崎圭司。テコンドーでの体感はありましたが、ライズでは無冠でした。ライズ無冠のエースが真のエースになったこの瞬間です。そして KGS 代表、白い歯がこぼれた尾崎圭司、さあベルトが、ベルトが授与されます。やってきました。待ちに待った瞬間ですね。そうですね、8人の選手の思い、いやそれを押しのけて、このベルトが尾崎圭司の腰に巻かれているわけです。拍手をお送りください。長かったなと、ライズデビューして約3年、K1 の70キロの試合を見て、 K1 に出たいなと思ってライズにプロデビューして、いろんなことがあったなと、初期の頃はここで日本対世界5対5マッチとかいうのをやってた時が懐かしいなと、今いろんなことを思い出したりしてます。僕はまだ、決勝戦も寒川選手本当に強い選手で、はっきり言って白黒はついてないかなと思うんで、ないと、僕もないと思います、僕はまた高いところに上がっていきたいなと思うんで、そこで寒川選手とまた試合できたらなと思います。一応現時点では70キロで K1 出てない選手の中では一番強いかな、次の世界は、もう見えてるかなと思うんで、来年もこの波に乗ってライズ代表として格闘技界を騒がしていきたいと思いますんで、ライザーとして皆さんぜひ、ライズ尾崎圭司を、来年もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。